英国憲法の全文を見てみると、悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は、3.1 運動で建立された大韓民国臨時政府の法統と、溥儀に公許した 4.19 民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に立脚して、正義、人道と同胞愛で民族の団結を強固にし、と書かれている。3.1 運動とは日本統治時代の1919年3月1日に起きた反日独立運動のことだ。これにより建立された大韓民国臨時政府の法統を継承すると書かれている。それでは大韓民国臨時政府の法統とは何だろうか。大韓民国臨時政府憲章の宣誓文には以下のように書かれている。宣誓文。尊敬し熱愛する我が2000万の同胞国民へ。民国元年3月1日、我が大韓民族化独立を宣言をした時から男女老少。あらゆる階級、あらゆる宗派はもちろん、一致団結して東洋の統一である日本の、非人道的暴行家て。極めて公明に極めて忍辱し、我が民族の独立と自由を渇望し、民主と正義と人道を愛好する国民性を表現したので、今、世界の同情か休然問われ国民に集中したのである。この時にあたって本政府か全国民の委任を受けて組織されたのである。本政府か全国民と共に先進して陸力し、臨時憲法と国際道徳の命ずるところを遵守して、国土幸福と法規各国の大使命を果たすことをここに宣誓する。同胞国民よ、奮起せよ。我らの流した一滴の血か子孫万代の自由と福栄の与えてある。神の国の建設の尊い基礎なのである。我らの人道かまさに日本の野蛮を強化するであろう。我らの正義かまさに日本の暴力に勝るのである。同胞よ、起きて最後の一人まで戦うべし。さて、これが警告での反日無罪の元凶である。民主主義についての言論の自由や学問の自由は以下条文に記されている。憲法全文はその憲法の大枠を規定するものであるから、以下の条文はその範囲内での解釈とすることもできる。つまり言論、学問の自由は反日の精神を毀損しない前提において認められるという解釈だ。全く無茶苦茶だ。そもそも憲法は国内法の根幹となる法律であり、憲法がその他の引用を行うこと自体がおかしい。英国での反日運動は大韓民国臨時政府の理念を継承し、憲法にも認められている正当な行為だと言えるのだ。日本はこのようなことも踏まえてあの国と対峙しなければならないでしょう。